床板サンゴ類は絶滅したサンゴの分類である。崩壊石の骨格で分けられたポリップとして知られる六角形の細胞が蜂の巣に似たコロニーを形成する。隣接するポリップは小さな穴で繋がっている。際立った特徴は、各々の,の,の細胞内の水平方向の内壁は発達しているが、垂直方向のものは少ないか欠けていることである。四ぱなしサンゴ類よりも小さいが、 平板状から円錐状、球状と形はかなり多様性がある。約300種が記載されている。有名なものは、オールオペラ族、フェーバサイツ族、ハリシーテス族、ヘリオライツ族、プルリディクティウム族、サーサイヌラ族、サーイゴポラ族等である。発達したサンゴの骨格は、しばしばケータザルピンクス等の内部共生生物を含む。なし類と同様に、 古生代に生息し、オルドビスキからペルムキまで地層から化石が見つかる。ストロマトポラルやヨンパナシサンゴ類とともに、ユカイタサンゴ類も、シルルキやデボンキの浅い海に特徴的な生物である。デボンキに海面位が上昇すると、ユカイタサンゴ類の数は減少し、最終的に PT 協会で絶滅した。ありがとうございます。